金沢競馬開催の4日目最終日、最終レース第11競走です。宝達さんのもみじ鑑賞特別 A1 1組 1500m 7頭で争われます。金沢競馬次週の開催も日曜火曜です。次週もたくさんのご来場ご観戦お待ちしております。今日の最終第11レース、枠入り完了、係員離れてスタートしました。押しています。3番ジッテ、その外からこれも押して6番サノラブ、サノラブが前に出てきます。ジッテは2番手、7番メジャーシップ内に入れて3番手、外並んでくる5番サクラビクトワール、これが3番手、さらに2番手の外に並んできます。前を見ながら2番ノブイチ、後ろから3投目、1番ドリームズラインやや離れて後方から2投目、4番アントニオピサしんがり追走です。7頭が徐々に縦に長くなりまして1000メートルを切っていきました。先頭6番サノラブ、リード1馬身です。外目追走の5番サクラビクトワール2番手、この内側に3番ジッテ3番手、2馬身差7番メジャーシップが4番手、あとはばらけて2番ノブイチ、1番ドリームズラインを押しています。遅れて4番アントニオピサしんがり追走、やや縦に長い展開ばらけてまいりまして600を切りました。先頭の6番サノラブ、リード2馬身、2馬身半やや広がりました。2番手に押し上げてきたのは7番メジャーシップ外目、内に5番サクラビクトワール3番手、3番ジッテはやや後退して外へ出した1番ドリームズラインがこれに代わって上がってきます。今4番手に押し上げてくるところ、3番のジッテも食い下がってまた前との差を詰めてくる。4コーナーから直線、先頭6番サノラブ突き放したリード3馬身です。7番メジャーシップ2番手、外から追ってくる1番ドリームズラインと3番ジッテ、内の方には5番サクラビクトワール、3頭は並んで3番手以下の争いです。先頭突き放して6番のサノラブ五輪、2番手7番メジャーシップ、3番ジッテが3番手、勝ったのは6番のサノラブです。押して先手を奪い切りました6番のサノラブ、そのまま逃げ切りました。直線ではややリードが広がっています。7番メジャーシップが2番手、3番のジッテが3番手、あとは並んで1番ドリームズラインと5番サクラビクトワール、4番手争いで続いています。勝ったのは6番サノラブ、米倉聡騎手、7番メジャーシップ2番手、3番ジッテ3番手で続いています。お買い求めの勝ち馬投票券は着順払い戻し金確定までお捨てになりませんよう大切にお持ちください。